店長ごめんね。今から30人いけるあ、ラストオーダーあ、ドリンクもフードもね。あいいよいいよ、大丈夫。あじゃあ、レモンサワー100杯と、ピザ10枚。あと、どうしようかな。あお前ら、唐揚げ食うか。食うよな。うん、枝豆もいける <laughs> じゃあ、唐揚げと枝豆10個ずつ。あいいよいいよ、時間かかっても全然いいよ。はい、みんな入って。<laughs> 最後にでかい客入ってよかったな、おい。はっはっは。 いいねみんな手際いいねえ。えー、<laughs> なんか忙しそうだね俺が手伝ってやろうか俺ネギ刻むのだけはうまいんだよ。んんいい遠慮すんなよ。この店には世話になってんだからさ。よし任せろなん,なんだよなんだよ親切で言ってやってんのによー。ほんとに。ははは。はいはい、ありがとうね。はい、はい。 君みんなに、新人さん見たことないね。あ、そうなんだ。店長には気をつけなよ。<laughs> ここの店長セクハラ親父だからね。<laughs> もうみんなあいつのセクハラが原因でやめてんだから。え <laughs>、何店長。他のお客さんに聞こえる聞こえるように言ってんだよ <laughs> 分わかったわかった。はいはい。皆さん今のは冗談ですよ <laughs> 料理を置くときは、きちっと置かないとダメ。ね。ドリンクもフードも、もうあなたのものじゃないんだよ。注文した時点でもう我々のものなんだから。でしょ人様のドリンク、料理だと思って、きちっとやる。ね。どんなに忙しくてもそこはやる。ね。そうじゃなきゃダメ。ああ、店長。えー、今ね、お宅のバイトの子がね、ちょっと雑な接客してたから。まあ、店長、金曜で忙しいと思うから、代わりに石買っといたよ。 今、人手が足りてないのああ、まあ、そうだろうね。金曜のこの時間はね。うん、ねそういう忙しいときに、あなたがお店を止めるようなことをしてしまったということ。それをちゃんと胸に刻んで、ね。店長、そういうことを言いたいんだから。よ、うん、しじゃあ、俺が手伝うか。いい !N すんだ、N すんだ。俺、ネギ刻むのだけはうめえんだ。おああねねねちょっといい、君。 あのさ、うちの若い奴が、ちょっと廊下で吐いちゃってさ、うー、んうんうん。まだ若いからさ、飲み方知らねえんだな。もう食ったもうほとんど戻しちゃって、うーん。ん大丈夫ですよ。あー、違う違う違う。俺が言いたいのは、あのね、もうほとんど戻したから、その食った分の料金、返金してもらえないかなと思って。冗談冗談 <laughs> 冗談だよ <laughs> <laughs> うん、そこの廊下のとこね。えー、あ、店長、ごめんね。今から30人いける今日は厳しいあ、あれでしょあの、ラストオーダーの時間ってだけでしょうん、うん、大丈夫大丈夫。えー、っとね、ポテトを10個と。今日は厳しい。<laughs> 何を言ったんだ、これ <laughs> 何のマイケアこと言ったの そんなふざけたあれか今まで俺はどれだけお店にかかって言われてんだん店長この間ごめんね変な時間に来てわがまま言っちゃってあの時ちょっと酔っ払っちゃってたからさいやそうだよね閉店間際に団体で来られても困っちゃうよねごめんなさい <laughs> あお詫びに 今日はお店手伝いに来ました。ええ、大丈夫大丈夫リンゴも剥けるようになったから